はい、なんてね、熊の湯のこのリフト、なんていうリフトかわからないけど、てっぺんに来ました。今日が5月4日、水曜日です。はい、私は、こんにちは。岐阜県の高津スノーパークとダイナランドというところで、普段スキー、スノーボードの動画を上げてます。今日が、長野県の皆さん、こんにちは。じゃあ、ノーパックで滑っていこうと思います。ハールさん、行くよ。よし、頑張れ。はい。熊の湯も記憶では初めて来ます。だいぶ土が見えてきてますね。でもこぶ斜面まだ滑ります。今日は横手山も行かなきゃいけないんで、これ一本滑ったらもう横手山に移動します。こっちね、急斜面、こぶがない急斜面に雪がちゃんと張りました。ちょっと急斜面はちゃんと行きありました。でここはこの墓8の字で横滑りで降りていきます。
今すぐ行きたいけど時間がないんで、高津山に移動します。